ぽさん、この奴隷でした。
難しい。トゥルルルトゥ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 ルみたいな。トゥル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 です。
よし。それでは通常配信スタートでーす。おはようございます。おはようさんちゃん。おはよう、北向井かなさん、ありがとうね。おはようちゃん、なんでやね。おはようさんちゃん、今日もかわいい、ありがとう。いたんちゃん、なんでやね。それでは改めてご挨拶、かなちゃん、おはようさん、どうも、今日も開業ありがとう。発症から5日だったので療養期間終了、今日から自宅勤務だって。お、頑張ってください。まだね、自宅勤務ならちょっと安心でした。はい、おはようさんちゃん、改めておはようさんちゃん、1091日連続配信おめでたんだ、ありがとう。オラマルが見つめてる、あなたの瞳を見つめてる。眠たいね。カノも今日朝全然起きれなくて、本当に配信の直前に起きちゃった。あのね、寒いからだよね、きっと。おはようさんちゃん、おはようさんちゃん、公演出席します。あ、なんでよね、そういうこと。マスクだと思った。あ、これさ、そう、長いあのタートルネックなの。こんなこと普段しないよ。ほら、長いでしょ。おはよう、おはよう、かんちゃん、おはよう。チョコのどれってメンバーの日のことがそれ向けないか心配になる。確かに、チョコのどれとあれだよね、ダンスでってことでしょ。本当にやっと詩人。あ、おはー、冬熊ちゃん、ありがとうございます。ありがとう。冬熊、今日のスキーミクセン、ミキちゃん大吉、関西まだ行方不明。おてください。はい、頑張ります。かおちゃん、おはよう、さんちゃん、きなこえなくてごめん。あ、全然だよ、いかん、ありがとね。昨日もね、ちょっと遅い配信でしたから、おはようございます。おはよう、はよんちゃん、なんでやねん、はた、ありがとう。大雪の中、新潟のエス公園なんと見れて、そして時まで戻った昨夜、大移動だね。おはよう、さんちゃん、改めておはよう、ひゃっほい。昨日は来れなくてごめん。全然だよ、喧嘩先倒れるようになってて大丈夫、心配だよ。風邪ひいてない、玄関先でしょ、絶対寒いよ。風邪ひいてないですか、大丈夫ですか。メカハート、ありがとう。イビハート、ありがとう。おはようさんちゃん、
報告です。確認できませんが、多分裏で12期ちゃん配信中なので複数の役目が男女にいると思われます、思います。だって報告に感謝いたします。おはよう、今日の9時はくるみちゃん中吉だった、おめでとうございます。おはよう、ね、大台切り番をさん、ありがとうございます。これからもたくさん見てください。大変ラスト公演よかったよ本当に。あのポス X であのドレス姿を見たんですけど、あのとても綺麗でした。はい、今日は南沢こうちゃんの小吉さんちゃんはここ。おはようさんちゃん、あ、冬くまありがとうございます。これは見つけたやつかな、初見です、なんでやねん、改めてありがとう。口感謝状、沢田かのん殿、あなたは、あ、これね、これ口じゃないわ、これをやってくれたんだ。感謝状、沢田かのん殿、あなたは養養期間中ショールームをついてお見舞いメッセージと貴重な笑顔をかな届けてくれました。ここに感謝の意を表します。ありがたく受け取ります。元気になってよかったです、ありがとうございます。おはようさんちゃん、おはよう。あの卒業式とかのさ、こう受け取るやつめっちゃ練習するよね、小学校とか中学校って。まず、まあ、なんか前に立ってで聞きます、なんとかなんとかなんとかって言われたら、先生が出してくれたらどっちだっけ、なんかはいはいはいではいプシッって感じ。そう、これをさ永遠に練習してるじゃん、本当に大変よねあの練習って。おはようございます、よしよし、ありがとう。そして今から早めに苦手モンスターを登します。おお、またまたビュンビュン飛んでますね。令和6年1月26リルリル、どうもありがとうございます、受け取りました、ハートありがとう。クミンさんちゃん、それはやめなさい、今日もチャプ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 よー、それでも朝から帰りすぎ、ありがとう、おはよう。マスクになるのかと思ったじゃん、思わせぶり、思わせぶりで、はい、見逃します、すいません。くまちゃん、おはーせ、くま、ありがとう、くまちゃんありがとうございます。くまちゃん感激、くまちゃん急がなく、ぐいぐい言ってる、おはようおはよう。ラジオ収録いっぱいのグズおじさんのおぶ番組ひゃー違うよ違うよ違うよ、おはよう。加湿器の水補充できてません、ごめんなさい。おはようさんちゃん、おはようさんちゃん、キラキラありがとう。おはようさんちゃん、部屋の模様替えが進んでない、そうなんです、進んでません。寒いところにいると携帯の電話あっという間に、あ、やっぱそういうのあるんだ。おはよう、おはようございます、おはよう。カノンさ、あの今まであの白いモードだったんだけど、何モードだろうね、ホワイトモードだったかな、なんかスマホの基本的な画面が ライトモードだったんだけど、ダークモードにしてみたの、そしたらやっぱり充電の減りがね全然違う気がする。ちょっと見慣れるまでにさ、お目目が見慣れるまでに時間はかかるけど、おみくじえなたん、えなたんさん、カノンはどこですかって、ここだよ、おはよう。ここの人は誰も三丁おみくじ出ないから、2人ぐらい聞いたことあるかな、出たよって
しゅうずきちゃんも早い時間に配信なんかあるのかな。うん、昨日の配信はギリ名古屋から送れた新幹線でちょっとだけ見れた。うん、ありがとうくまちゃん、ありがとうね。全然見逃してるわ。くまー、おはーぶゆーくまー、ありがとう。 Thank you、 おはよう、仕事行ってくるね、今日も頑張って、いってらっしゃい、頑張ってね。おはよう、今日公演キャッチフレーズね、なんでやねん言う人いるから、確かになんでやねん、みかちゃんですね、なんでやねん。はやさんちゃん、おはよう、はやさんちゃん、おはよう。ヒロコンパイの寝坊5人の中ちゃんの配信をして、でも5時はちょっとねびっくりですね、本当になんかあるのかな。俺はここにしかいません、だって地図だもんだって。じゃあお仕事行ってきますね。今日も大好きよ、ありがとう、お仕事頑張って、ファイティンファイティンファイティン、いってらっしゃい。おはようさんちゃん、ペン熊のペンライトありがとうございます。おはようさんちゃん、今朝のクジャメコール10期が来たから、次こそはカマちゃんかもしれない、よかった、見つからなかった。見つけたいよ、あいさん、コンコールで登場、ナイスと見てよかった、ナイスと見てよかった、うれしいよ、たくさんの人の中で巡り合えた奇跡、感謝してる小さな神の倒れてゆくように、逃亡中です、初見です。お、なんでやねん、ありがとうございます、キラキラ。はよさんちゃん、おはよう、以下同文で受け取らないタイプでした、だってな、え以下同文で受け取らないタイプだった、あ、最初ってことか。お花がムズムズした、サンチャのおみくじは UR なのかなって、大富豪のね。おはよう、おはよう、サンチャ、あ、今日のスイートの得意のマサチューセッチュ、すごい目立つね、この紺色に黄色ってパキッてしてる色が。おはよう、グズランだって、ありがとう、わがらちゃんも練習中かな、やばい、どの話かな。昨日はカトムファーナリーで発売した日だった、2012年、うん、2012年ってかの、まあ2004年までだから8歳とかです。で、8歳ってことはわかなが生まれて、パカ生まれて 1歳とかになる年ですね。はよさんちゃん、少女は社会人になると練習しないから適当にもらいましたって、いやもうそうよねそうよね。さんちゃんの頃は全員もらえたの、僕らの頃は代表一人だけ、あ、そういうこと、だから、え、そういうこと、どうだったっけ、全員受け取ったよ、だってみんな呼ばれてはいって言わなきゃいけなかったもん、あれ、あのはいがちょっとカノンは、まだ中学校の時とかは恥ずかしくて、小学校中学校の時は恥ずかしくて、なんか思い切ってはいって言えない人だったの。でもはいだとやり直しされちゃうじゃん、はいだとやり直しされちゃうから、絶妙な、怒られないけど目立ちすぎないハイのラインを毎回言ってた。ハイがあの、あの、まあ、いい返事だねっていう、ちょっと目立っちゃう感じだとして、みんなそんなにね練習はあんまりこうやりたくないじゃないですか中学校の頃とかって、小学校とか、ハイだと目立っちゃう、でもハイだとなんかやり直しみたいな感じの雰囲気じゃん、怒られそうじゃん、だからはいぐらいどうぞどうぞ、このちょっと何の話やねんって話だと思うんですけども、この絶妙なラインを狙ってカノはいつも練習していました。はよさんちゃん、おはよう、おはよう、おはよさんちゃん、昨日くるみがステージから出たり入った、大丈夫、あ、本当に大丈夫かな。昨日さんちゃんの配信の後夕飯食べずに、さっき食べた、おお、それはもう朝ごはんじゃん、
カノンはあのそう終わってから食べまして、会社のジェネ今でも紙でもらえるけど、あとども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 おはよう、グズリオジさん、そうダークモードにしてマリカが卒業発表を見ました。クイーンナック残りを楽しんでおいて、そうですね本当におはよう、ここはありがとう、生姜焼きじゃがいものカレー炒めコールスローサラダと、いいね朝からがっつり、まあ、夜ご飯だもんね、そうだね、くつらんでてありがとう、感謝状もらったらおもれおたくってボソッと言うまで忘れた、え、あカノンが谷さんがね言ってくださるよねおもれおたくってお得おとおたくってカミカミおたくってね、自己紹介になる並んで自分のバーの前途中で、あそうなんだ、あんちゃんダークサイドちどういうこと、おはようおはようさんちゃん、ずっとダークモードなのそんなこと気にしたことなかった、え、でも気持ち的な問題かもしれないけど本当に減りが遅い気がするの、充電の減りが、だからだあのちょっと充電の減りが早くて困ってるよって方はダークモードにしてみてください。まあみんな知ってることだと思うんだけど、思ったよりね減りが遅い気がするの。ちょっとお水いただきます。おはようおはよう。今朝電子レンジが壊れました。もう今電子レンジがないとやばくない？取っ手のところがバキッと取れました。いやー、だって電子レンジ万能すぎるじゃん、温めるのにも使えるし、何かなんかお肉とか解凍するのにも使えるし、 お湯を作ることだって下手したらできるよ、あたまにちょっとだけやるんだけど、あのコップに入れて熱々にチンして、それにチンしたところにあのスープの素とか入れて食べてた時があったの。そう、電子レンジ、その冷凍食品を食べる時も使えるし、頑張ったら目玉焼きとかスクランブルエッグも作れる。野菜を茹でるみたいな風にも使えるし、火通すというか軟化する電子レンジ考えた人天才だよね。おはようハートありがとう、おはようさんちゃん、キリバン、お1200回ありがとうございます、これからも見に来てくださいね、ありがとう、おはよう1200回、パチ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 、狙われたのでサーターに挨拶してきた、本日も安定の寝癖少々、今日はなんかストンってしてます、割と今日のおみくじかのちゃん飛び越えて飛び越えてったあー伊藤ちゃん大吉おめでとうございます、おはようグズランドでありがとう、今日は文化財防災でコラーゲンの日、おはようさんちゃん、おはようおはよう、石が大学同じ体同じパターンで石が回り、なるほど、キリバの皆様ありがとうございます、石が大学ファンファン、席のところで立ち上がる、おみくじという登場日記元気生で私に12期おぼろってことあそれはそうですよ、覚えなきゃですね、腸内フローラの日、一度は二ロックの日、へえ、ファーストバスデー、おはようさんちゃん、アンテナネクスからの初見です、なんでねん、ありがとう、おはよう、そんな気を使う小中学生も大変、いや使ってた小中学生の頃の気を使うエピソード、気を使うエピソードって言ったらちょっとあんまよく聞こえが悪いけどあのやり直しも嫌だし目立っちゃうのも嫌だったんですね、あのそうだから中間の声を出してた、
あとなんかあるかな、小中学生の時に考えてたこと。ちょっとパッとは思いつかないパッとは思いつかない。給食はこれ全然ちょっと種類は違うんですけど、給食はカノンはバランスよく食べるのがとても上手でした。ご飯もの、おかず、サラダ、そして汁物が、まあ、あるじゃないですか。その給食はもう全部均等に減っていってた。あとはね、牛乳瓶の蓋は絶対自分で開けてた。深詰めしても頑張ってた。あとは黒板係が好きだった。黒板係というか黒板消すのが好きだったかな。そのまあ仕事の中でどれかといえばっていう話だけど、黒板消すのが好きでしたね。綺麗に消したるぞと思って、まあ、シューシューってシューってやるやん。それ横にシューシューってめちゃめちゃ綺麗にやるのが好きでした。あとは席も問題あるよね。窓側も廊下側も寒いじゃん。でも真ん中も寒いじゃん。教室ってなんであんなに寒いんでしょう。困っちゃうね本当に。あとはストーブがね、先生の教卓の前に横にあるんですよ。ちっちゃいストーブがそこの周りにみんな集まるんだけど、これ以上入っちゃいけないですよって、危ないからこれ以上入っちゃいけないですよっていうテープが引いてあるのね。そこをなんだろう、超えないように守ってたのが、なんか今考えるとなんか偉いなっていうか、普通に家だったらもう激近なところでやってるわけじゃないですか。だから本当になんか学校生活って感じだなって感じますね。おはよう、おはようさんちゃん。もっちちの日、アフロの日。12クラスとか平気だったから全員もらってた。1日かかる。そうだよね、そうだよね。そう、もうカノンたちの頃は、カノンたちの頃はっていうか、カノンの時はそんなにクラスなかったので、ちゃんと一人ずつもらってた。ね、カノンちゃん、カノンたちのお仕事って事務所の契約4月8日、1月個人による内緒内緒でおはよう。兄貴は17組だった。私は11組。やばいね、今そんなにいっぱいある学校あるのかな。おはよう。自分も携帯ダークモードにしてみた。おそろち。おはよう、ぐずりおじさん。おはよう。教室に戻ってから担任にもらいます。そっかそっか。卒業証書をもらってから終わるまでがすごく長く感じていた。だってうん、平均どれぐらいなんだろう今の小学校って。クラス、中学校も。おはようさんちゃん、おはよう、おはようさんちゃん。基本的な問題ですダークモード長持ちすると思うよね。多分ちょっとは絶対に長持ちする。でもすっごい長持ちしてるように可能は感じて。卒業しさん、高校の卒業証書はクラスごとだったが学級委員じゃないのに俺が代表にされた。キンキな。はい、素晴らしい。おはよう、おはようさんちゃん。神、ありがとう。クズラだぜ、ありがとう。おはようさんちゃん、おはようさんちゃん。湯たんぽも電子レンジね。本当に電子レンジは壊れたら困る。電子レンジは温かいおしぼりを用意すること。ああ、おしぼりかもね。そのおしぼりっていうか蒸気を顔に浴びたいとき
に濡れ蒸しタオルみたいなの作る時があるんだけど、タオルで電子レンジでやってる。電子レンジこうやって半年内生活してたな。だってシーバンの皆様おめでとうございます。ありがとうございます。アイマスクも電子レンジ。そうだね、おはよう、おはようさんちゃん、おはようさんちゃん、おはよう。そう、一時期ねこの小豆のアイマスクにハマってた時があったんだけど、こう何回も使える。そう、あれまた使いたいですね。そう、おはようさんちゃん、おはよう、配信ありがとう。こちらこそおはよう。電子レンジ、これでもただの箱、電子レンジ壊れてしまえばただの箱。ポポン、あ、なんだっけなんだっけなんだっけ、昨日テレビでやってたんだよね、俳句、川柳、川柳か、川柳か俳句か、なんかその選ぶやつ。出てくるかな。出てこないよね。うん、お仕事行ってきます。今日も頑張ろうね。いってらっしゃい、頑張ってね。ファイチン。部屋が11度。おはようちゃんな気分です。だってどんな気分よ。カノンは今日もあったかいよ。温度 24.5 度、あったかい。おはよう、おはようさんちゃん、おはようさんちゃん、おはよう、おはようございます。ハートありがとう。ほぼにゃんだろ、ありがとう。おはよう、ハートありがとう。おはよう。ジュニキちゃん覚えたら可能ちゃん忘れますが、いいですか。ダメです、それはそれはダメです。ジュニキちゃん覚えてほしいけど、可能のこと忘れちゃうのは嫌です。おはようさんちゃん、グッドモーニング。おはよう、おはようさんちゃん。小学生の頃初めて担任になった若い先生が学年主任にばかり注意ばかり受けていたので励ましていました。すごいね、すごい小学生だわ。先生を励ましてたの、優しいね。アロハー、カノン手紙のことってよく言ったよね。もうすぐ公演で聞けるのが楽しみ。君に手紙を書きました。素敵よね。青いインクを選んだわけは、青空が好きだって君が言ってたから。おはよう、おはようさんちゃん、くずりおじさん。おはよう。小学生の彼女だって真っ黒よしこちゃんの頃だね。真っ黒、あ、そうね、小学生は周りそうね、黒かったね。ここありがとう。そういえばかのちゃん、かのちゃんの部屋の黒板最近見てないね。かのも見てない。ハートありがとう。黒板消すみたいに俺も消せれるんだ。どういうことよ。黒板消しの女してました。チーム S の返事は K2E に負けないんだって。チーム E の他に負けないとこってなんかある。急に言われると難しいですね。返事ってでも大事だよね。確かに頑張ります。返事はい。こんないい返事ダメだな、できないな、てか頑張らないと。牛乳はパックじゃなくて瓶な。そう、カノは瓶でした。バカなパックかな。紙、あれ紙じゃない、紙、ありがとうございます。おはよう。パック、紙パックが出てきちゃって紙ってなっちゃった。紙ありがとうございます。おはよう。携帯のダークモード X のいいねボタンがある方がね見にくく、あら、あらあらあら。俺の時代はコークストーブがあった。コークス
最近は学校もクーラーを設置してきて、そうだよね。おはよう、かのんちゃんの小学生エピソード聞いてると、昭和の小学生、同級生。そんなことないよそんなことないよ。あとは、あと何、何何かあったかな。かよせちゃん、それは好きな子の隣にいるとこからポカポカになるからよ素敵だしな、めっちゃ詩人じゃない、だってなるほどね、一番高いのは好きな子の隣だよ、確かに。ストーブで牛乳温めて、温まる、温まらないでしょう、ぬるくならん、ぬるぬる、温まるっていうか、ぬるぬるぬるくない、ぬるい牛乳はどうですか。ストーブがあってね、昨年加工されていたね。おはよう、おはようさんちゃん、おはよう。あ、今思い出した、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、机と机があるじゃん、で机と机の真ん間のこう通るところね、通路をこう机と机に手を置いてこうブラーンブラーンってして進むっていうのが流行った時期がありまして、怒られてましたね。カノンだけじゃなくて全体的にこうブラーンブラーンってして進むのが流行った時があった。そう、あとはあんた方どこさ、ひーこさ、ひーこどこさ、くんまもとさ、くんまもとどこさ、せんばさってあるじゃないですか。それをこうやってあんた方どこさの時にこう一歩前に出るっていうやつがあるんですけれど、遊びが、それをあの学校の床のあの四角いやつ、四角いマス目に合わせて遊んでた。でさ、また物思い出したんだけどさ、なんであんなさ四角いマス目にしたんだろう。だって掃除の時に毎回思うけど、絶対あの木の四角のやつって学校に不向きじゃない。だって消しカスとか鉛筆の折れた芯とかめちゃめちゃ溜まるじゃないですか。しかも黒くなってくし汚いし、なんであの四角にしたんだろうって思った時がありました。おはよう、教室に立ちに禁止区域、そんな荒れてる学校だとストーブのね、ストーブの周りだけよ。おはよう、昨日は誕生日、あ、そうなの、それはそれは来て、今お祝いしましょう、いきますよ。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear さん、 Happy birthday to you、 おめでとうございます、おめでとうございます。ちょっと1日遅れちゃいましたが、おめでとうございます。この1年もよろしくお願いします。あのね、室頭部で濡れた靴下を乾かす人が教室に強烈な匂いが、わかる、あったあったあったよ、それは昭和なのあった、うちの学校室頭部が多いなかった、そうなんだ、神ありがとう。今は少子化でそんなないよね、11クラスはさすがに。おはようさんちゃん、ハートありがとう。ラジオ4本撮り、まあ、1日に4本では全然ないんですけれどもね、1日に4本だったらもうそれはやばいですよ、それはもう売れっ子スターやけど、カノンはあの1日に4本ではないです、カデカに4本。カノンの声がはもかん好きだからいっぱいやってほしいなって、はい、いっぱい喋ってくる。はよさんちゃん、はよ、はよさんちゃん、はよ。一クラス40人で4組とかだった自分の時は今減ってる。うん、はよさんちゃん、かのんちゃん、そこは香りラウォーマーじゃない、そうだね、香りラウォーマーじゃないと。うどりおじさん、ほとんど家電壊れてしまうただの箱、 Yes、 USB 給電のホットアイマスクが便利だよ、だって。おお、確かに電気で温める、確かに確かに、
いい情報聞いた、ありがとうございます。サラリーマン川柳、あ、そうそうそう、サラリーマン川柳だったのかな。2024、ちょっとうまく探せないけど、神ありがとう、おはよう、ハチありがとう、キラキラありがとう、ストーブで温まってるやつの後ろからズボンを引っ張って熱い日もうね、あ、ちっちゃい遊びしてる、ね、ちょっと待って、何、どういうこと？すごい熱い生地欲しいなった、もうね、あ、ちっちゃい、あ、ちっちゃい遊び、あ、ちっちゃい俳句検索、そう、あ、それそれそれ、大幅な卵の値上げ、エッグイナが面白くてその話をしたかったんだけどまさか知ってるとは。はい、おはようさんちゃん、一般席の俳句の子を発表、第一生命、第一生命さんなんだ、くずりおじさん、小学校のストーブアルバムね、おはようさんちゃん、おはようさんちゃん、フォローありがとう、おはよう、俺今あったかくしてよ、だってポカポカだよ、エアコンつけてないです、ヒーターのみなので、家に帰ったら最近は10度くらいです、寒い寒い寒い、かのんちゃんおはようございます、どうも、今日はピーチソーダ聞くようなイヤホンを2024を探しに行ってきます、お行ってまいります、行ってらっしゃいませ、2024、ほう、すごいね、おはようさんちゃん、ストーブ係が下手でつけられないと教室が寒い、ストーブ係ってのがあったんだ、先生しかなんかつけちゃいけなかった気がする、そうで、あ、思い出してきた、なんか先生しかつけちゃいけないし、先生がいない時放課は消さなきゃいけなかった気もしてきた、だって先生につけて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 って言って、で先生が出ていく時に消さないで消さないで消さないでって言って騒いでた気がするもん、うん、24.5 度は暖かいです、足元がちょっと寒いかも、おはよう、教室全体温めるぐらい教室のストーブのすぐそばの席だと顔が真っ赤になるぐらい、そんなストーブだったの、いいな、全然そんな強くないストーブだった、全人が飛ぶよ、しひゅー、ありがとう、コープのストーブ結果が大変そうなんだ、くずるぐじさんおはよう、12期まで名前が怪しい、呼吸を入れる気を上げるとそう、これからでございますね、やっぱ生息の目が始まると 24点あるまた読んじゃった、そろそろ新幹線の行きます、またねだって、行ってらっしゃい、また来やね、みきちゃんいちご狩りしてよ、ねカノも見ました、いいね、いちご狩り行きたいね、カノもね、でも今とても口内が痛いのでちょっと今はまあ食べれるけど一番美味しくはいただけない、こんなにずっとここにいて、くそ、こないめ、私の牛乳給食も牛乳瓶だって、一緒ね、一緒だね、おはようさんちゃん、おはよう、遅刻しました、全然今年も前向き配信とか前向き配信あるの予定としては、おはようさんちゃん、みきちゃんに挟む、かのんちゃんとみきちゃんに挟まれる席がいい、あー、それはなかなか難しいよ、うん、もう超難しい、おはようさんちゃん、おはようさんちゃん、かのちゃん教科書忘れたと机寄せるから見せてだって、どうしようかなどうしようかな、だけど最初に覚えたかはもちろんみきちゃんですね、そうそう、7時37分行ってきます、新しい系統推しを探しに、お、いらっしゃい、楽しんできてね、おはよう、おはよう、高校までストーブ含めで暖房あった記憶が、おはよう、ストーブの上の鍋のお湯にしちゃった目、あれか、上で温められるタイプなんだ、
おはようさんちゃん、おはようさんちゃん、牛乳瓶の蓋よく遊んでました。そうだよね、ね、お絵かきとかしてメダルみたいなの作って男子が遊んでたよ。おはようさんちゃん、おはよう。授業中女子生徒が手紙を回すけど中期させられる回数が多いと受け取り欲しいなった。なんだって。はじめまして、アンディアレン。おはようさんちゃん、机に彫刻刀で名前を彫ってめっちゃ怒られた気が。ああ、いるよね、いるいるいる、一人二人はいるかな。ルーちゃん、熊本いえばおはるーちゃんでしょ。だっておはるーちゃん、おはようさんちゃん、おめでとうございます。おはようさんちゃん、汚れが目立てば掃除するからじゃない。なるほど、逆にね、目立ったら掃除するからってこと。いや、小中学生は掃除ちゃんとしないよちゃんとしないよちゃんとしないですよ。でも確かにそっちの考え方もあるのか。ありがとうございましたって、いい、おめでとうございます。おはよう。みえちゃんが昨日のモバイバスでさ、なめらかプリンを絶賛して美味しかったって。あー、よかった。美味しいよね、パセイさんのなめらかプリン。おはようさんちゃん、おはよう。12期のさつりちゃんがプリン作りが得意なよ。みれちゃん、それに期待にしている。おお、そうなんだ。おはよう、フォロー示してよろしく。だってフォロー Thank you。 おはようさんちゃん、おはよう。推しになっちゃった。おはよう。紫色のイヤホンしてたら後輩にどうしたんですかと言われた。なんで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 。おはよう、おはよう。ハートありがとう。カロンちゃんにスパイチゴを送りたい。甘いイチゴにしよう。ハートありがとう。チョコラビビ飲まなきゃ。ニキちゃんじゃなくて口内が、そう、ニキちゃんはねもういなくなった。ここにいたんだけどいなくなりました。昔はストーブの火を消さないで、今はサンちゃんが、あや、サンちゃん愛を消さないよなんて言ってみたいなって。ありがとう。いつもボカボカだね。おはよう、ハートありがとう。こんな縁ってさ本当に嫌よね、地味に辛い。じゃ、ミキちゃんですね。じおはよう、今日もかわいいさんちゃんありがとう。おはよう。廊下のモップがきれい、懐かしい。モップなんてあったかな。モップはねトイレ掃除の人しかなかった。廊下はあの雑巾、こうシュって雑巾がけだった。おはようさんちゃん、おはよう。今の一言、小学中学生のカノンファンが1000人は減ったの。ピエン、どこどこどこの一言でピエン。おはよう、おはよう、おはようさんちゃん。 Did you eat more strawberry and honey yogurt? ちょっと待ってね。あんたは more、 あー、それ以外に、あ、 today は、あ、何食べよう。あ、ライスの気分。ライスボールとかの気分です。ライスボールか、カノンは最近あのツナ、前話したかな、ツナのおにぎり、ツナにご飯にツナと、あのね、ちょっと見た目はまあ賛否両論なんですけども、ご飯にツナ缶、ツナと、あの、あれなんだったっけ、豆板醤かな、もう辛いやつと、まあごまがあったらごまとか、あとちょっとマヨネーズとかかけて、あと韓国海苔があったら韓国海苔入れるし、なかったら海苔入れて混ぜるご飯が好きなんです。まあ見た目はちょっと
あれなので、お家で本当にお腹が空いた時にパワー飯で食べるって感じなんだけど、美味しいよ。おはようさんちゃん、おはよう、おはよう。さんちゃん、そうそう、12期ちゃんを締めに、締めにいかん、いかんいかん。おはようさんちゃん、いちご味のポテトチップスがあるそうだけどすごいらしい、めっちゃ人を選ぶと。へえ、聞いたことなかった、気になるね。おはようさんちゃん、にきちゃんいなくてこの辺のこっちゃんいるんだろ。この辺のこっちゃんはどういうことこの辺のこっちゃんっていうの、これこの辺。おはよう、おはようさんちゃん、パンちゃん仕事始めますね、日直にし書いておいてね、だって。はーい、あー懐かしいね、日誌とかも。おはようさんちゃん、おはよう、おはようさんちゃん。トイレ用のモップとかな、廊下のモップがありました、いいですね。おはよう、アイスボール、いや、おはよう、おはよう、かのちゃん、よくファミリーいろんなこと覚えてくれる、この人はこんな人覚えるコツあるのないです、かの全然覚えるの得意じゃない、だからもう皆さん本当に本当に得意じゃないから、そんな期待しちゃダメだ期待しちゃダメだ、覚えてなくても悲しむ必要はありません。何、悲しむ必要はないって言ったらおかしいけど、なんだろう、上手ではないと思います。なのでなんて言ったらいいのかな、悲しむ必要がないっていうのはおかしいな。結構いっぱい言ってくれたこととかは覚えてたりもするから、なんて言ったらいいんだろう、忘れちゃったとかじゃなくても、忘れちゃったってことじゃないけど、ちょっと待ってね、まとめると、カノンは、覚えるのがそんな得意ではないので、そうだからわざとやることは絶対ないので、カノンが忘れてたらまた教えてくれるとありがたい、コツはありません。おはよう、ナイスボール、元気元気。小学生の赤にゃんちゃんに今のクラスが何組あるかとか掃除を聞いたら分かるか、まあそうね、リアルな数字が分かります。おねえきりばーん、ベッドリーありがとう。おはようさんちゃん、おはよう、ハートありがとう。パワー飯というパワーワード、元気が出ます、パワーがつきます。あれはおはよう、まだ迷ってるけどね、まだ迷ってるけど、ライスボールの気分かな。学生時代お友達と交換日記とかしたらね、かわいい。交換日記ね、交換日記は交換日記はしてないけど、なんだっけ、カノンはプロフィール交換、プロフィール交換をした時があって、流行った時があって、デコデコの紙に自分の情報を書いて、その紙を交換するの、プロフィール帳みたいな作って、はい、懐かしいね。おはよう、そうそう、今週最後の感じで投稿時間が今日も寒いから気を入れてできてね、だっていってらっしゃいだね。十二期に書きもとちゃんいるね、だっていい音し、いい音しそう、さあ一つが、ま、待って、かん感じがやばいかも。あ、そうだよね、レイ時の音、レイなっちゃう。いってらっしゃい、いってらっしゃい、命について学ぶんだって、素敵な授業だね、ハートありがとう、大事な授業ですね。おはようさんちゃん、おはようさんちゃん、夜遊びが重大発表、単独ドームツアーやるんだって、でも名古屋ドームは来ない、いえ、なんでやねん、名古屋ドーパシじゃん、
ハートありがとう。おはよう、おはよう、さっちゃん、おはよう、おはよう、フォローありがとうございます。ハバナイスデー、おはよう。クマのペンライトありがとう。おはよう、さっちゃん、おかえり、おはよう。ハートありがとう。ラッパのマーク。え、可能わかんないや。いってらっしゃいだね。ということで、今日の英会話かな。今日仕事ある。今日ラジオ。今日のワンポイント英会話は、何しようかな。今日のワンポイント英会話は、100、あ、難しいな。このおにぎりはいくらですか？このおにぎりはいくらですか？ How much is this rice ball? Yeah. How much is this rice ball? How much is this rice ball?またね、ありがとう。 How much is this rice ball? Rice ball. How much is this rice ball? Oh? Ball だ。How much is this rice ball? ボールがさ、ボールになっちゃってさ、あの、ドンになっちゃう。このドンはいくらですかになっちゃう。Rice ball, yeah. No, 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 no ball, no ball.どうしたらいいさ？How much is this rice ball? 聞いてみよう、もう一回。How much is this rice ball? Ball. How much is this rice ball? ちょちょちょ、待って。How much is this rice ball?わかりません。いやいや、これ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 。 How much is this rice bar? How much is this rice bar? 単語ごと発音しないで、シラブル、シンプル、シラブルを意識するといいらしい。知らんけど、調べる。い、あ、う、あ、流れてってこと？ How much is this rice bar? ちょっと全然違うことになっちゃった。How much is this rice bar? How much is this rice bar?おにぎりでも大丈夫。いやなるほど、おにぎりでいいのか。おにぎりでも大丈夫だね。お
もう世界で一番大好きだよ。Thank you。 あとねググってみて、あとだと忘れるから今ググる今ググる。シラブルとは、音と音の塊だって。単語を発音に注目して分けられる最初。さんちゃんありがとう。だってこちらこそありがとうね、来てくれて。リスニング シラブルを日本語に照らし合わせて聞いてしまっているからです。ちょっと一瞬では理解できなかった一瞬では理解できなかったけど、やってみよう。 How much is this rice ball? How much is this rice ball? Rice ball. How much is this rice ball? この米爆弾はいくら。いやいやいや、そう読むの。How much is this rice bar? る押しなきゃいかん。 How much is this rice bar? No, 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 no. ちょっと事故が起こりました。 No, no, 忘れて。How much is this rice bar? ライスバーになっちゃう。もうおにぎりでいいや。おにぎりでいいや。うんうん。危なかった。危なかった。アウトだったらごめんなさい。危ないので諦めます。ライスボール、ライスボール、おにぎりで行こうと思います。可能は。はい、それでは今日も13位から3でした。張り切って登場。13位さんです、ありがとうございます。12位さんです、ありがとう。11位さんです、頭がごめん、ありがとう。10位さんです、うじら頭が熱くない、だキスをあげるよ今気づいた思いです。ありがとう。9位さんです、ありがとう。8位さんです、もう少し話したいのに笑顔で見送るのなんだかな。 Thank you、 ありがとう。7位さんです、頭かくみかんちゃんの大好きビカーチ、おめでとう、ありがとうね。6位さんです、頭がくみん、ありがとう。5位さんです、頭くもおんやこほみに、あー夢の中なら自由に振る舞えるのに、 Thank you、 ありがとうね。4位さんです、84.7 台ピッケル、ありがとう。皆さん止まっちゃった、戻ってきたかな。止まってない、大丈夫。見えてるかな。あともう一回、ただいま、ただいま。そして3位さんです、タッチマハ、ありがとう。
そして兄さんです。あともかくわみに大好き、ありがとうね。そして今日のエッジはトゥル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 ルルルルルトゥ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 ルさんです。やくわみに今日も頑張ろうね。大好きよ、ありがとう。大好きよありがとう。一位素晴らしい、ポッポッポッポ。そして今日の85ヤッコさんはタラタラタッタンさんです。ありがとう。あなたもぜひ頭が脚本になっちゃってくださいね。ギュッ、はい、ありがとうございます。今日はちょっとうまくできなかったですね、英会話は。はい、ちょっと事故になってしまい申し訳ないです。全然そんなつもりはなかったのですが、そうダメだよね、気をつけたいと思います。少しでも気になってくださった方はぜひここの後ピンクにしてフォローよろしくお願いします。そして X と Instagram の方もぜひチェックしてくださいね。そしてその進行さんも、あ、全然それは違います。教えてくれてありがとう。今日はね、あの日ちょっとラスボールが言えなかったナイスボールが言えなかったそう教えてくれて感謝します、ありがとう。それと今はオンライン愛のプログラム、オンライン特典会のね二次販売中なので、ぜひ皆さんまだゲットしてないよって方はゲットしてください。それでは今日もこの辺で、また今夜ね、ありがとうね皆さん、バイバーイ。